んにちは、カプリショーです。今回はですね、こちらのバネがすっごく強いタイプのストレスリムーバーを作っていきたいと思います。気持ちのいい作品です。勢いよく押し返ってきます。それでは早速作っていきます。まずはですね、縦横を半分に折っていきます。そうしたら中心の線に合わせて両端を折っていきます。向きを変えて中心に合わせて角を折っていきます。そしたらですね、こちらの縁に合わせて折ってください。向きを変えて反対側も同じように折っていきます。全部開いて向きを変えて、今度は縦の線に合わせて折ったら、また同じように角を中心に合わせて折っていきます。端と端を合わせて、こうして線を出ていきます。そうしたらですね、全部開いてください。そして角を中心に合わせて折っていきます。そしたらここに合わせて外側に折って、ついている線で折ります。残り3箇所も同じように折っていきます。
したらですね、このラインで折り直して、縦と横を半分に折ります。ついている線で畳んでください。そうしたら、ちょっと分厚いですが、下の端に合わせて線を入れます。こちらも同じようにぎゅっと引っ張って、線を入れたら、この線に合わせて上の角を折ります。開いて、この四角の部分を山折りにして、潰してこうして折ってください。そしたらですね、ここを開いて線をつけます。反対側も同じようにして、こうして線をつけます。そうしたら、こちら側に倒して、下の端をこうして持ち上げてください。こちら側に倒して、この部分をこうして持ち上げます。こちら側に倒して、こうして持ち上げます。最後も同じように持ち上げます。そしたらですね、向きを変えて、この部分を山にして、反対側に合わせて押し取ってください。こちらも反対側に合わせてこうしております。こちらも反対側に合わせて挟んでおります。最後もこうして端を合わせて、こうして挟むように折ったら、こちらはこんな感じです。この部分を Thank you.
っていきます。こちらも合わせて、こういった感じで折っていきます。ここもですね、この部分はちょっとやりにくいですけど、こうして折ったら、あと残り1箇所です。これで出来上がりです。裏はこんな感じです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネルが良かったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。